敵重慶軍に迷いの夢深くして今ら覚めず、されば黄金の一帯は暁をついて将校をし渡り、捜査全面にその夢を破る、すなわち総攻撃の迷惑だった。時に6月16日点検と頼む学六段すでに我が手に帰し、調査を眼下に睨んで巨弾を打ち込む体制は整った。調査市街に突入、白兵をもって残敵に迫る。18日、敵第4軍に調査の指示を命じたと伝えられ、その命を受けてよりわずかに数時間、同日午後、この敵の重要拠点はあえなくもついえて我が手に帰した。総攻撃開始以来わずかに3日、昭和16年9月、18年1月、そして今回をもって陥落は三度を数え、我が堂々の攻防調査に因した。同志飛行場もまた友軍の治むるところとなり、湖南の翼屋に重慶の名脈はこそりゆく。第一線区から第九線区まで重慶は光線の網を張り得たと信ずるか、あるいはまた網の要にアメリカ空軍の進出を許し、我が本土爆撃にその希望をつなぐか。光線の夢を貫いて明らかに走る一筋の道は、東亜共栄圏の破壊を目指す米英の野望に他ならぬ。それらすべても調査落ちて虚し、時あたかも帝国政府は中外に声明を発していわく、市な民衆は元より我が友にして、いやしくも米英との協力を排する者は重慶側軍隊といえども我が敵にあらず。学六段を中心に残骸を晒す敵軍兵器のおびただしさは、目覚めざる重慶の敗北たるにとどまらず、実に米英のアジア侵攻を打ち砕く我が勇士の感動を物語って余りがあった。見よ、調査場外にあっぱれな姿を横たえた敵機。しかし侮ってはならぬ、この敵機こそは大苦戦区のみでも調査、紅葉、水仙、吉安、幾多の飛行場を抱えて日本本土爆撃の機を伺うアメリカの姿を示している。街にはあまたの統治家が抵抗戦とする敵の帰途と戦意を告げていた。司令長官節学は誤れる抗戦意識を煽っていた。この実情こそは一刻も早く、そしてますます頻繁に
彼らの名誉を覚ますべきテレテの必要さを痛感せしめた。この戦いにおいておよそ5000の敵兵が我に投降した。その不良に真心を込めて語り聞かす精神を我々は再び帝国政府声明に見ることができる。すなわち帝国の帰求するところはひとえに日華同盟条約並びに大東亜共同宣言にのっとり、その自主独立を尊重し日華永遠の全輪友好関係を完成するにあり、皇軍占領とともに帰り来たった難民の数は莫大であった。彼らに解き聞かせるもの、それは日華友好の心である。この心に美しく咲き入れた睦巳の花からやがて大東亜共栄の祈りが大きく生まれいずることであろう。